未病とは、現在は病気ではないが、将来病気になる可能性がある状態を指します。一般的に、症状が現れていないが、体調不良やストレスなどによって、身体や精神に何らかの不調を感じている状態を指します。未病は、病気になってから治療を行うのではなく、早期に対処することで病気になるリスクを減らすことができます。未病の状態にある人は、病気にならないための予防や健康維持、増進のために生活習慣や食生活などを改善することが大切です。5月は季節の変わり目であり、体調を崩しやすい時期でもあります。温かい飲み物を摂る。5月はまだまだ朝晩は冷え込むことが多いため、温かい飲み物を摂ることで体を温めましょう。特に朝食前には温かいお茶やスープを摂ると良いです。春の野菜を摂る。5月は春の野菜が豊富になる季節です。春キャベツや新玉ねぎ、アスパラガスなどを摂ることで栄養バランスの良い食事が摂れます。日光浴をする。5月は日差しが強くなり、日光浴をすることでビタミン D を補うことができます。ただし、日焼け対策はしっかりと行い、適度な時間で行いましょう。適度な運動をする。春は新しい環境や気候の変化によるストレスが加わり、運動不足になりがちです。適度な運動をすることで、ストレス解消や免疫力の向上につながります。睡眠を十分にとる。春は花粉症などのアレルギー症状によって、睡眠が妨げられることがあります。睡眠不足は免疫力の低下やストレスの原因になるため、十分な睡眠をとるようにしましょう。以上の対策を実践することで、5月の未病対策ができます。ただし、体調に異変を感じた場合には、早めに医療機関を受診することが大切です。